ダニエル・スコット・アルーダはアメリカ合衆国の女子バレーボール選手。バトンルージュ出身。ポジションはミドルブロッカー。バレーボールアメリカ合衆国女子代表。1993年にアメリカ代表に初選出され、1995年のワールドグランプリで優勝を果たした。1996年のアトランタ五輪に出場後はセンターエースとして、 代表の中核を担う。1999年のワールドカップは9位だったが、2000年のシドニーゴリンはチームを牽引しオニーへ引き上げた。2001年、吉田俊明監督の下で、ワールドグランプリで2度目の優勝を飾ると、自身も、同大会の MVP とベストスパイカー賞、ベストブロッカー賞の3冠に輝いた。2002年世界選手権では、決勝で、 イタリアに敗れたが、世界三大大会で、初の表彰台となる、銀メダルを獲得し、ベストブロッカー賞を受賞した。また、2001年より、日本のパイオニアに在籍し、第8回 V リーグで、V リーグでは昇格して2シーズン目だった、当時のチームを3位へ導いた。第8回、第9回大会の2シーズン連続で、ブロック賞を受賞した。2003年のワールドカップでは、 キャプテンとして挑み銅メダルを獲得した。2004年のアテネゴリンはベスト8となった。2005年は当初、代表から離れていたが、同年のグラチャンで、アキラ表監督の要望もあり、復帰すると、チームを準優勝へ導いた。その後も2006年の世界選手権、2007年、ワールドカップなどの大会で常に安定した働きを、見せる。 2008年の北京五輪には、トム・ローガン、ハニー・フタイ・バラと大車輪の活躍で、中国、イタリアといった競合との主導を制する原動力となり、同大会で銀メダルを獲得した。その後も、活躍の場を広げ、イタリアやブラジルのリーグでプレーする。2009年は新体制となったチームで、同年のパンアメリカンカップ、北中米選手権に出場した。 2011年、2年ぶりに代表へ復帰し、同年のワールドカップでは、銀メダルを獲得した。2012年、ワールドグランプリのファイナルでは首相を務め、同大会の3連覇に大きく貢献した。同年7から8月のロンドン五輪では流れを変えるような大事な場面で出場し活躍するなど、ベテランとして、チームを引っ張り銀メダル獲得に貢献した。 オリンピック出場は1996年のアトランタ五輪から5大会連続出場している。2016年7月、スコット・アルーダはバレーボール殿堂入りの栄誉に良くした。ありがとうございます。